いやー、アーマードコア非常にすごいことになっておりますね。なんと、スチームの売り上げが、ランキング1位となっておりまして、で、かつ平日昼間に12万超えがプレイというところで、まあ、少なくともですね、12万人の方が購入されたことが今回判明いたしました。いやーすごいね、スチームだけで12万か。で、Amazon のランキングとか見ててもなんとね、1位となっておりますので、まあ、相当売れているんだなっていうことが、改めてわかりました。まあ、そんなところで昼から12万、すごすぎるわ。これ、おそらく、初日に100万超えも普通にあったんじゃないの？パッケージと、あとダウンロード版と、そしてスチーム版合算すると、いや、普通にこれありそうですよね。ちょっと待ってくれよ。割とバチでファイナルファンタジー16を超えてくるんじゃねえか。なんか超えるかもしれねえなーっていう話がですね、ちらほら、先週あたりから出ていたんですが、これ本当に超えそうな雰囲気がめちゃくちゃ漂っております。まあ、そんなところで8月25日にこのようなロボットゲーというところで結構マニア向けのゲームだったんですが、割とね、今一般層に向けていて、ライトユーザー中心に広まっているという状況でございます。いやー、かなりですね、楽しみなところではあるんですけど、このアーマードコア6。まあ、多分この動画出る頃にはちらほらクリアされている方もですね、出てきているんじゃないかなと思いました。まあ、約10年ぶりの新作だからさ、まあ、当時のファンの方ってそんなにね、当時も多くなかったので、まあ、そういったところを考えると、ほとんどの方がこれライトユーザーじゃないかな。まあ、要するに初めて、このアーマードコアっていうゲームを楽しみましたと。多分全体のこれ下手すると7割とか8割ぐらいが、今回6から始める方じゃないかっていうことが言われております。まあ、そもそも母数自体がね、まあ、前作もそんなに多くないからさ、まあ、確かに国内だけでもね、まあ、相当売れていることが予想されますので、割合的にはそんぐらいかもね。まあ、そもそも10年前っていうところで当時を知らない人も結構多いんじゃないかなと思いました。ただ、スチームにおける売上ランキング1位というところで、まあ、直近のゲームではですね、最も売れてるゲームであることは間違いないかと思いますので、まあ、最も勢いあるゲームといっても過言ではないのかなと思いました。まあ、そんなところで、アーマードコア6、快進撃を続けておりますが、果たして初週売上はどれぐらいなのか、めっちゃ気になるね。で、エルデンリングがね、同じフロムから去年出ていて、で、それこそゲームオブザ大賞みたいな感じで、まあ、そういったものを取っている。まあ、非常にですね、人気なゲーム。で、かつ、全世界で今確か2000万本売れてるんだっけ。で、確か最初の1ヶ月で1200万本ぐらい売ったんすよ。まあ逆にそこから若干失速して最終着地が2000万本で考えると、まあ初動でドカンと売れるタイトルではあったかと思うんですよね。で、おそらくアーマードコアも同じような傾向になっていくのかなと思いまして、まあロボットゲーかつ結構鬼畜ゲーではあるので、あんまりじわ売れっていう印象はないので、まあ好きな人は買うし、興味ある人は先に買うしみたいなイメージかな。だから割と最初の1ヶ月で結構ですね、売り上げが決まってくるのかなと思いました。いやーけど、プレステ5とプレステ4もですね、まあおそらくどちらも、約10万本程度売り上げてくるんじゃないかなと。まあそういったことが予想されますので、スチームと合わせると下手すると初日だけで50万か、で3日で100万ぐらいでしょうかね。はい。いやーけどそう考えるとアーマードコアすごいな。まあ、少なくとも歴代、最高売上を叩き出すことはほぼ間違いないということが言われてますね。まあ、アーマードコア6っていうか、アーマードコアシリーズ自体がそんなになんか、まあ、人気のタイトルというか、冒頭でも言った通り、結構マイナーなタイトルだったんで、知る人ぞ知るみたいな、好きな人は好きみたいなタイトルとして、まあ、結構ですね、長年愛されていたタイトルで、ただま、いろいろ理由があって10年ぐらいですね、新作が出なかった状況ではあったんですが、ま、その反動もあってめっちゃ盛り上がってるって感じかな。だからま、逆に言うと、アーマードコア6で興味を持って、まあ、過去作、まあ、例えばプレステ3とか、あと PSP とかプレステ2とか、本当にね、様々なプラットフォームで過去出ていたので、まあ、それらの作品にも目を向けていくっていう人も結構出てくるんじゃないかな。で、このアーマードコアっていうのが結構面白くて、なんかその、ストーリー自体は、1、2、3、4とか、ま、いろいろ出てるんですが、まあ、独立していて、ただその時の主人公が、なんか実はその、未来の作品でラスボスじゃないかとか、っていう説なども流れていたりとかで、まあ、結構ですね、まあ、考察レベルとかもあるんですけど、なんか割とね、そのストーリー性にもね、非常にその人気があって、で、そういった意味でもですね、
過去作をやってみるというのもありなのかなと思いました。まあ、一応それぞれですね、独立しているので、ストーリー自体にはつながりがあまりないんですが、ただそういったところで出てくるキャラクターとかに親和性があるというところで、なんかそういった発見とかをするのも、このアーマードコアシリーズの楽しみ方の一つなのかなと思いました。だからまあ、6やるんだったらどうせならね、まあその過去のプラットフォーム持ってるかどうかっていうところにもよると思うんですが、まあプレステ2、3とか持ってるんであれば過去作やってみるというのもありかもしれませんね。ちなみに過去作のアーマードコアってね、結構値下がりしていて、まあ、それこそね、俺さっきちょっとアマゾン見てみたんだけど、安いものだと1000円ぐらいで買えるのかな。まあ、多分6が結構売れたから、過去作の需要も高まってくるので、おそらく中古、過去の中古もどんどん高くなっていくから、まあ、興味あるんであればね、今のうちに買っておいた方がいいかもしれません。はい。ただ相当値上がりするんじゃないかな。まず逆に言うと転売屋が買い漁ってメルカリとかで、さらに転売をかけていく可能性もあるから、まあ、興味あるんであれば本当になんか今週の土日とかに買うっていうのがいいのかもしれません。おー、ちょっと待って、びっくりした。めちゃくちゃなんか、雷が鳴りましたね。すいません。ちょっとなんかめっちゃうるさかったかもしんないな。びっくりした。そう、ちょっとね、今雨降ってるんですよ。いや、ちょっと待って、動画撮ってる時にちょっと雷やめてほしいな。はい、まあ、そんな感じでございます。ちなみに皆さん、アーマードコア6はどこまで進みましたか？どうでしょうか？ただまあ、あくまでこれっていうのは初日の情報にはなってくるんですけど、なんかヘリコプター、チュートリアルあるじゃないですか。まあ、武装ヘリみたいなものがあると思っていて、で、あれって、倒し方が、パターンが決まっているんですよね。まあ、逆に言うと、的確な攻撃を加えないと、絶対に倒せないみたいな、まあ、倒せるけど、めっちゃ難しいみたいな、状況になる武装ヘリがいるんですが、そこで結構止まってる方が多いみたいですね。なんかトロフィーとか見てると、結構進行具合とかをですね、見ることができたりするんですよ。全ユーザーがどこら辺で止まっているのかっていうところが見ることできたりするんですけど、これ初日の時点で下手するとどうなんだろうね。なんか下手すると7割ぐらいの人しか突破できないみたいなことになりかねないんじゃないかな。まあ、結構今ね、低く出ているんですが、ちょっとこの動画出る頃には結構高くなっているかもしれません。ただチュートリアルがね、結構難しいということで、まあ、相当 X でも話題となっていて、ネットでも話題となっているので、果たしてどうなんでしょうかっていうところですよ。ね。ただ難しいのかな、今作。どうなんだろう。エルデンリングをやってた人からすると、逆になんかやっぱアーマードコアって楽だよね、みたいな、簡単だよね、言っても大したことねえわ、って言ってる人もいるからさ、結構ですね、賛否両論あるのかなというところでございます。まあ、そんなところで、まあ、初日の状況というところで共有をさせていただきました。まあ、非常に好調な状況でして、まあ、スチームの売上ランキング1位だったりとか、昼間に同節が12万超えであったりとか、あとプレステ5でアマゾンランキング1位、で、あとね、ギオンも1位だったりとか、各ゲームショップでも1位なので、いやーこれ売上本数が果たしてどうなるのかってところが非常に気になってくるんですが、まあ、少なくともですね、Steam では12万本売れているっていうことがもう確定してるんで、なのでもう初日10万本おめでとうございますっていうところですよ。はい。っていうところで今日の動画一旦終わりましょうか。お疲れ様でした。最後にチャンネル登録と高評価お願いしますね。ではまた。